ハローハローハロー、ニコニコチャンネルのぬっくです。で、今回はハロウィン編です。はい、スタート。はい、今回はハロウィンということなので、あのジャコランタンを作っていきたいと思います。あの、そうですね、ハロウィンといえば、まあもちろん仮装で、その次はジャコランタンです。で、実はニコは毎年ジャックランタン作ってるんですけど、去年作ったのはこちらです。かわいいでしょう。で、ちなみに、あの大昔、あの、まあ、もちろんジャックランタン作ってたんですけれども、ジャックランタン作った時はかぼちゃ ではなくて、実はかぶとじゃがいもで作ってました。さて、作りましょう。はい、まずはジャックランタンを作る時は何が必要なのかご紹介いたします。まずはこいつ、かぼちゃ、パンキンです。で、なんとパンキンは2ポンドです。2ポンドです。結構安いですね。で、その次は何が必要かというと、まあこのジャコランタンカービング専用の道具ですね。まあ3つのセットなんですけど、この3つは1ポンドです。で、あの、まあこの道具はこの種とか中身とか全部、あの、取り出すときに使います。その次は、あの、この道具でこの、あの、かぼちゃの表面に、あの、ちょっとデザインを、あの、移ります。で、この次は、あの、そのデザインを、あの、切り取ります、この道具で。で、あとは、まあ、マジックですね。例えばこの蓋を切るときは、まあ、事前に書いて、で、その線を取って、で、あの、切り取ればいいと思います。で、それ何で切るかというと、まあ、包丁、ナイフ でこれナイフなので気をつけてくださいね。で、あの、まあそうですね、あのニックの後ろにある、まあ、たくさんジャカランタンがあるんですけれども、で、あの、まあ、一般的な、あの、デザインは何かというと、まあこの人たちみたいに、もう三角三角、はい、スマイリーフェイスみたいなデザインなんですけども、ちょっと、あの、挑戦したい人がいらっしゃったら、まあインターネットでちょっとググってみて、で、あの、ジャコランタンデザインとかで、なんかこのようなデザインたくさんあるんですけども、それ事前に印刷して、で、セルハンテープでこのかぼちゃに貼り付ければいいと思います。それではレッツゴー。で、実は、あの、ジャックランタン作るときはやっぱり、あの、ちょっと服装とか汚れてしまう可能性ありますので、で、あの、今回はちょっと別撮りで撮影いたしましたので、そちらをご覧くださいませ。はい、準備ができましたので、これから掘ってきます。で、できるだけ、あの、包丁はまっすぐではなくて、あの、斜めにしないとこの蓋が中に入ってしまいますので、できるだけ斜めに、あの、切った方がいいと思います。それでは、うわぁ、気持ち悪いな、これ。皆様、めっちゃ臭いし。これを取って、で、これから、この、なんか、種とかいろいろ入ってるんだけど、これはもう全部取り出さないといけないけど。はい、レッツゴー。はい、これはプタですね。プタです。で、あの、種とか繊維とか全部取り出しましたので、これからデザインを彫ってきます。はい、頑張りましょう。はい、じゃあこれからデザインを、あの、で、打っていきたいと思いますので、あの、先ほどちょっと紹介したんですけど、あ、この道具を使って、あの、とりあえず当たりを打って、で、その後なんかその部分を包丁で切り取って、あの、完成ということになりますので、まあ頑張りましょう。見えない、まあいいや、後で見よう。OK、 じゃあ
頑張りましょう。はい、それではあと少しで完成です。ちょっと待ってね、あと少しだよ。はい、もう完成かも。じゃあどう思いますか。じゃじゃん、カカシです。で、カカシはそのパンプキン、カボチャの中に立ってます。これからちょっとあの電気を消してろうそく入れます。さてさて、どうかな。じゃあ、行きます。イエーイ、こんな感じでやりました。イエーイ。はい、ジャクランタンはいかがだったでしょうか。あの、今回のジャクランタンは可愛かったでしょう。あの、そうですね、まあ、毎年そのジャクランタン作りやってるんですけれども、やっぱりなんか結構なんか 細かいところが一番大変ですね。なんかこのこちらの道具を使って、でなんかその自分が考えたデザインをなんか切り取って、でなんかこう丁寧にこのコブちゃんを持ちながらしないといけないので、結構難しいんですけれども、でも今回も可愛くできました、出来上がりましたので、まあとてもあの楽しかったですね。でもしあの皆さんもなんかちょっとあのジャカランタン作ってみたいって思う人がいらっしゃったら、ぜひあの、まあ、近くの家の近くのスーパーとか行ってみて、であのかぼちゃを買って作ってみてくださいね。あとあの、まあ、数日でちょっとあのハロウィンだから、まあ、皆さんあの楽しいハロウィンをお過ごしくださいませ。それではハッピーハロウィーン、バイバーイ。